今日のコメント、スー君って何者ですか？スー君はスー君だよね。僕のこと気になる？僕は謎の生命体だよ。どうもハルカットです。皆さんアニポカは見ていますか？新シリーズ面白いですよね。そこで今回は今後のタイトルが判明した件について話していきたいと思います。手は関係ないけど映画館で映画見たいです。なんか家で見るのもいいけど映画館のあの雰囲気とポップコーン好きなんだよね。みんなは映画見に行ったりする？というわけで方の最後まで聞いててください。10月29日東京で交流会やるよ。概要欄にチケット購入 URL が貼ってあるから、ぜひ来れる方は最初で最後かもしれないから絶対来てね。僕と一緒にリアルでお話しましょう。ロイの宝物が盗まれる今後のタイトルが判明した件について、今放送されているアニポケ新シリーズは主人公がリコとロイで、二人はライジングプロテッカーズという組織の仲間に加わり旅に出ています。そんな新シリーズの新しいタイトルが本日発売のテレビ雑誌にて判明したので情報共有したいと思います。まず今週のタイトルから。今週のタイトルはテラバコスの冒険ということで、この回では前回船に乗り込んだリコのおばあちゃんからイニシエの冒険者に関する情報やテラバコスに関する話は聞けそうです。またこの話から新シリーズのサブタイトルとオープニングが変わるので大注目ですね。そして11月3日放送、タイトルが仲間と一緒なら、あらすじはこちら。仲間のドットが入手した黒いレックザの目撃情報からガラル地方ワイルドエリアにやってきたライジングボルテッカーズ、しかしその情報は嘘情報だった。悔しがるドットにリコは一緒にカレーを作ろうと提案し、ワイルドエリアで休憩することに。その頃エクスプローラーズの本部では幹部が一同に会していた。ということでこのタイトルは前の動画でも紹介したんですが、古城を後にしたライジングボルテッカーズはドットが入手したレックーザの情報をもとにワイルドエリアに行くようですね。またエクスプローラーズが全員集まるということで、サンゴの生きった姿がまた見れそうです。スピネルとアゲートも前回の時点では研究所にこもっていて、その後の研究結果をここで聞けるのでそこも気になりますね。で次が新しく判明したタイトルです。11月10日放送、盗まれた宝物、あらすじはこちら。リコ・ロイ・フリードはダイアナの知り合いであるペペンの骨董品を訪れる。しかしイニシエのモンスターボールの情報は得られず、船に戻ろうとしたロイに思わぬ事態が起きる。ということでタイトル的にロイの何かがその骨董店かその道中で盗まれてしまうんですかね。僕的にロイの宝物といえば黒いレックーザが元々入っていたボールだと思うので、それが盗まれてしまうみたいな感じなのかなと思いました。その前の回でエクスプローラーズは会議をしているようですね。その骨董品の店主に変装してエクスプローラーズの誰かが盗む可能性は高そうですよね。まあもしエクスプローラーズなら黒いレックザに執着していたアメージオ、そして前回研究室にこもって変装が得意なスピネル、さらに一緒に研究室にこもっていたアゲートあたりが怪しいと思うんですが、アゲートはまだ一回も登場していないので、ここら辺で一回出てきたら面白いですよね。みんなは今後のタイトルを見て気になる回はありますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じで今後のタイトルが判明した件についてでした。ちょっとのフォローしたらチャンネル登録してご報告さん、よろしくお願いします。では次のへ、せーの、グッディー。